にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュンキービーチのシュンです。ポケットモンスターソード、ギキョプレイパート65、やっていきたいと思います。ということでですね、前回のね、続き、からですね、まどろみの森へを調べましょうってことなので、まあ、調べます。ちょっとね、奥行くまでカットします。なんかこんな感じだったね。てか奥までカットしますって言ったけど、なんか、途中途止まります。さあ、奥までたどり着きましたね。このまま直進していきます。ここが奥でしたね。あれ、なんかおかしいな。なんか、勘違いかな。とんでもない霧だな。前来た時よりもすごいぞ。霧ですね。こう？ん？ああ、なんかびっくりしたな。一瞬なんかホラー現象かと思った。わーい。わーい。わからんわからん。泣き声わからん。いたぞ。あいつらが、剣と盾のポケモンだ。おー。え、消えた。お？うわ、切り開いた。おい、どこに行くんだよ。お前たちの助けがいるんだぞ。あんたたち、何してるの？あ、ソニアさん。はぁ、はぁ、はぁって、はぁ、ソニアも見ただろ？剣と盾のポケモンが、いてさ。でも、森の奥に消えていった。消えていった。ちょっと、あんたたちの他に何もいなかったんだけど、はぇ、え？俺たちが見ていたのは幻？外国の本も見つけて、ようやく調べたの。剣のポケモン、剣のポケモン、ザヒアン。盾のポケモン、ザマゼンタ。遥か、彼方、まどろみの森の向こうで生まれたとされるポケモン。そっか、サンキュー、ソニア。よーし、幻とはいえ、ポケモンにまた会えたんだ。あいつらが待っていた、剣と盾だってあるはずだぞ。噛んだよ。お？もう、これさっき行けってことだね。分かった。おー。なんかある。誰っていうか最初行った時こんな道なかったような気がするけどな。あれなんかありますね。なんだここ。おー、何？おー。おい、見ろよ、シュン。なんだか、すごそうな。伝説っていう、伝説って感じの場所だぞ。ちょっと反射線ちょっと聞きたいね。伝説っていう場所だぞとか言って、ホップくん。あ、そうだね。いや、行こうか。お？ああ、剣の盾やん。わあ。なんで？なんで？とか言って。起きてる。ん？なあ、シュン。はい。剣の盾だぞ。伝説は本物だったんだ。どうすんの？さあ、シュンは拾います。剣を拾った！ソードから拾った！シュンは、朽ちた剣を手に入れた。だから、これがシールドやったら、多分、盾の方を取るんかな？わからんけど。大昔の英雄が災害を打ち払ったと伝えられる剣だが、今はされてボロボロになっている。あ、ボロボロなんだ。よし、俺は盾を選ぶぞ。あ、そういうことね。だから、そうやね。ちょっとボロボロすぎるぞ。ホップくん、それじゃダメだよ。まあ、しょうがないと思うんだけどね。こんなので、ブラックナイトを倒せるのかよ。そうだね。まあ、お守りにはね、お守りになるんだ。さあ、拾った。剣と盾のポケモンは眠っているんだな。よし、アンジーを助けるのは、やっぱり俺たちだぞ。よし、じゃあ、ここから帰るんかな？じゃあ帰りまーす。はい、ですね、何やろ、まあ、一応見たらですね、あれなんかさっき、あれ買い取ったんだけど、なんか、次の目的地がですね、ナックルシティのナックルスタジアム行きましょうって書いてるので、ちょっとちょっとね、ちょっと、まあ、戻ってもいいんだけど、まあ、ちょっと、まあ、使いますね。ここですね。じゃあ、ここに行きまーす。ここでは使えません。出ました。ずるはダメですね。じゃあちゃんとね、歩いて帰ります。
はい、ってことでハロンターンに戻ってきたんですけど、ここで使える使ってか使っていいんかな。でもこれでまた使えませんみたいな困るよね。だってこう歩いていかんとかここまでさ。じゃあさすがに嫌やからさ。あ、よかった。では移動します。さあ戻ってきました。じゃあアスタリアなんかね行きますね。あれ、ナックルシーでの非常事態が落ち着くまでは何もできません。はい、え、待って、じゃあどこ行けてんの。ナックルシーのナックルシーに行きましょう書いてるやん。え、てかネクスト、間違えた、勘違いしとった、ここやった、ここシュートシティやった。すいません、勘違いしてました。すいません。はい。ナックルシーですね。勘違いですね。さあ、正真正銘の、正真正銘のね、ナックルシーにやってきました。どこ行くんだろう。あ、てか、うん、キバナさんおるから多分、右かな。キバナさん、瞬に、ホップじゃないか。大事なチャンチョンマッチ、大変なことになったな。そうだね。それにしても、ポケモンから溢れるエネルギーで、ガラルを救おうとするなんて、ローズ委員長、ぶっ飛びすぎてて理解できないぜ。ブラックナイトだろうが、なんだろうか、俺は行く、兄貴を助ける。あ、ホップね、相変わらず、慌てんぼうで騒がしいやつだぜ。慌てんぼう。ああ、町のみんなは大丈夫だ。他のディムディーラーやポケモンの協力で避難してもらった。おー、よかったよかった。チャンピオンを、そして、ガラルのみんなを助けるんだろう。はい、はい、最強のチャンピオンと、最強のチャレンジャー。そして、そのライバルが、ライバルか。ブラックナイトも大変だな。ちょっとだけの。行けよ、ナックルスタジアムに。最強のチャレンジャー。はーい、頑張りまーす。はい、頑張りまーすって言ったんですけど、よう考えてるとね、時間がね、そうそう、10分になりそうっていうかね、ちょっと、多分、ブラックナイト戦まで行ってしまうと、多分時間がものすごくね、かかってしまうと思うので、今回やっぱだね、ちょっとね、本当になんか、うん、なんか、ね、10分ごとにね、ちょっと分けてしまって、本当に流れやけど、まあちょっと記事がいいかなってことで、今回のパートはここで終わりにしたいと思います。次回は、ナックルスタジアム、ね、ナックルスタジアムに行って、ブラックナイトで、キャバエイトローズ委員長を止めるんかなってことでね、やっていきますってことで、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ドキャス配信、ニナティブ配信、ミネラム配信やってますので、そちらもお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。